では早速お肌を見てまいりますね。はい、お願いします。こちらにお客様の生年を入れていただいてもよろしいですか。ありがとうございます。では早速お肌を写してまいります。はい、失礼いたします。いかが出ました。いかがでしょうか。すごい思ったより良かったです。良かったです。びっくり。すごい、あの肌年齢すごく若く出ていらっしゃいますね。はい、驚き、素晴らしい結果です。でこちらの中のグレーの部分がお客様と同年代の方の平均値になっております。でピンクの線が今日のお客様の状態になっています。透明感とても高くて素晴らしいですね。すごいですね。はい、ほぼですね、あのいい数値が、キメも細かいですし、毛穴も目立たないですし、皮脂もちょうどよく分泌されていて、とてもいい状態でございますね。はい、では実際にですね、細かくお肌を見てまいりますね。まずキメの状態なんですけれども、理想的なキメというのがこのように小さな三角形がたくさん見えている状態というのが理想的でございます。このような状態ですとお肌の生まれ変わり聞いたことございますか。はい、はい、ターンオーバーというんですけれども、はい、はい、あのお肌の生まれ変わりがスムーズで良いお肌が作られているということがこのキメの結果からわかります。で水分を見ていただきますと少しですね、あの平均よりかは少しだけ少なめにいらっしゃいますが、どうですか。先ほどエアコンとか浴びたりですとか、そうですね、されましたか。結構そういったもので影響を受けやすい部分ではあるんですが、少し水分が逃げやすい状態にはなっていらっしゃいます。やっぱ乾燥しやすいですね。そうですね、水分をしっかりと溜め込もうとしても溜め込む力というのがちょっと弱くなってしまって、でも潤いを与えてあげますとこちらの方の弾力の回復にもつながってきますし、あの外からの刺激も受けない強いお肌っていうのを作っていくことができますので、潤いを高めるお手入れをお勧めいたします。ありがとうございます。